ございます。夢人の夢人による夢人のための情報番組。土曜朝の気分は上上。百瀬ひなです。はい、映画宗弘です。よろしくお願いします。はい、月変わりまして、はい、6月でございますよ。6月。そしてほらほらもうなんか夏っぽくいいですよ。夏お互い夏っぽくなりますね。初夏っていうなんかそんな感じなんですね。はい、蒸し暑いからね、蒸し暑いね、今ね、はいはい、そして、まあ、6月ですから、はい、ジメジメとして、はい、雨が降ってくるみたいな。ずっと雨降ってんだけど、ね、あなたの周りだけね。あなたの周りだけね。僕はまだ公園だけいつも雨雲いるんです。おかしいんですけど。なんかドラえもんのなんかあれでそんなあったよね。あった、私自分の目だけ晴れるから、ね、あった。おかしいな、はいはい、まあそんな6月8日でございますね、今日はね。はい、6月8日、どんな日なんでしょうか。はい、おませひなの今日は何の日。世界海洋デー。ほう。2008年、平成20年の12月に制定されました。1992年6月8日に、ブラジル・リオデジャネイロで開かれた地球サミットにおいて、はいはい、カナダ代表が提案し、以来世界海洋デーとして実施されてきたんですが、その後2009年からちゃんと記念日になりましたよっていうのがこの日でございます。世界の海はつながっているため、国を越えてみんなで海のことを考えようという日でございます。そうですね、この日は世界100カ国以上において海の環境について考えるフェスティバルなど、海をテーマにしたイベントや取り組みが実施されるそうでございます。いやもうだってね、海洋資源ってね、うん、こうまあ、日本だけじゃなくて本当世界中ですごくいろいろ使われているにもかかわらず、このマイクロプラスチックの問題がね、あれ知ってる？一番たくさん取れるマイクロプラスチックって、何か何によって生み出されてるやつか知ってる？これ聞いてびっくりするんだよね。何やろ。あのさ、小学校とか中学校とかさ、よくほら、あの泥をこう落とすようにマットあったやん。あの緑の、緑のやつ、うんうんうん、あれ、あのトゲトゲ取れてくるやつ。そうそうそう、 だってあれ上乗るやん、うんうん、で、こうゴシゴシやるやんか、うん、だからどんどん取れてくんやんか。あ、だからハゲハゲのやつが待ってやん。あった、イミネっていうやつ、うん、あれが川に飛んでって、あ、で川から海に流れてくる。あの、ちっちゃいトゲトゲがいっぱいいる。そう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 、すごいね、あれが多いんだって。まさかの、まさか、ちっちゃい。そうそうそう、ちりつもだから。いやだから、ああいうやつを使わない方がいいじゃん、うん、あ、どうせやんねやったら、その、なんていうの、あの、なんかもう完全に海に行ったら、うん、溶けてなくなっちゃうとか、うんうん、その、なんか土に変えるじゃなくて、うん、海に変える、自然にいいものを、ね、自然にいいものをやった方がいいっていう話なんだけど、さてそれはどうなってんのかな。ねえ、そんな知ってはるんかな。ねえ、今職場にあるんで、もうほぼハゲてるやつ。そうやろ、ハゲてるってことはそれがどっか行ってる。そう、どっか行ってますね。ちゃんとその時期で据え取った営業さ。確かに、あんまり、あんまりほら、中学校とか高校でさ、それ掃除してる時にそれ見たことない。ない、砂ばっかり、うん、ってことは飛んでってる。そうそうそう、飛んでってるんだ、うん、そうなんですよ。悲しいね。実はそんな身近なことが ね、あるということを皆さんもぜひご存知いただいて、うん、知ってるだけでもね、はい、違う、ね、ちょっと、あ、ちょっと優しくこすろうかなって。ゴシゴシやって、なんかはあの取れへんようにしようか。そういう、結局砂ことでへんから。そうそうそう、何のためにそれがあるのかよくわかんない、うん、乗ってみたいな。乗っただけでも取れるからね、うん、そんな日と、はい、バイキングの日。ん、はい。793年のこの日、北欧の海賊バイキングの活動が最初に記録に現れた日でございます、はい。剣や斧で武装した彼らがイギリスのリンディスファン修道院を襲撃し、人々を驚かせたという。バイキングとは西ヨーロッパ沿岸部を侵略した武装船、武装船団のことを指すが、もともと海賊交易植民を繰り返す略奪経済をなりわいとしていたのではなく、農民であったり、領民、ちょっと難しいです。まあまあそうなんですよ。だからバイキングって別にもともとその海賊行為をやる人たちのことを指してたんじゃないんですよ、ここは。もともとは違うってことですね。そう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 、だから、農村で、うん、
飲みにあった人らが、うん、あのまあ、出稼ぎに行くやら何やらいろいろなことがあって、うんうん、あの実際その北欧から出稼ぎに行くって言ったら、まあ、当時で言うとそのいわゆるイングランドとか、うんうん、そういうところに行くみたいな話になるんだけど、でも、結局そのなんていうの、扱いされへんかったとかいろいろあるんですね、うんうんうん、まあ、そんないろんな理由で、結局略奪行為をする人たちになっていくみたいな。でまあ、傭兵みたいな扱いされたりとかも、ね、うんうんうん、していて、だからイングランド の, あ の, その王族争いの中にそのバイキングの戦力が入ってたりとか、それもいろいろあったりとかしたという話だったりするんですよね、うんうん、はい、それがまあ記録にされたのが今日だと、はいはいはい、いうことですよ、はい、ちなみに、うん、バイキングって聞いて多分よく出てくるのは、まあ、まあ当然 ね, ね、ご飯の方ですよね、食べる方ですね。ちなみにそのバイキングの日、はいはい、8月私は食べ放題のバイキング、はい、お前それが言いたかっただけやろ、バレた。まあでもお前それが言いたかっただけやろ。実はね、でもなんかあのその当時に上映中だった映画、うんうん、バイキングの中の豪快な食事シーンが印象的で、なんか新しいレストランの食のスタイルみたいなのからこういうのが名付けられたっていうのがあって、まあ、バイキング大好きでございます、はいはい、まああのバイキングって言っても日本だけやからね、ブッフェですよね、ブッフェですから、はい、ちょっと前行ったんですけど、なんかちょっとお手頃に食べれるのも最近増えてきたから、あーそうね、そう、ね、そう、肉とマグロのビュッフェあったんで、うん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 、好きなもんしかなかったんです、うん、いっぱいいっぱい食べてきました。あーそう、大好きな言葉ビュッフェですよね。食べ放題とか大好き。まあまあそうやね、女の人食べ放題大好きやもん、うん、ご飯食べ放題喜んでいきます。うちの奥さんとかも食べ放題って見つけたらすぐに行こうって、うん、よく言ってました、はい、行こう、そんな日でございます。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということでですね、はい、今日も行きますよ、はい、シネマどんぶりでございます。さあ今日シネマどんぶりは、はい、またこの人呼びますよ、呼んじゃいますか、呼んじゃいますよ。はい、中之島映画祭企画長新志蔵野さん、はい、はい、ということでですね、はい、今日もですね、うん、映画紹介は、うん、今日も中之島映画祭、はい、はい、ということで、はい、パート3でございます。パート3、はい、ですね、238本のうち8本上映したんですけど、うん、今まで、1,2,3,4,5 作品を紹介したので、うん、第3弾は、6作品ですね。はい、はい、23通のありふれたラブレター、はい、来ました。中村純監督の作品なんですが、はいはい、これ上映時間がですね、尺が13分20秒、うん、そうなんですね、めちゃめちゃ短 い, 短い、今回の8作品の中で一番短い作品でした、うんうんうん、でドキュメンタリーなんですね。そうですね、はい、あのラブレター、あの初めは、うん、あの男性から女性に送られたラブレターを読み上げていくっていうスタイル、うん、のスタイルで始まるんですけど、うんうん、それをただ聞いてるだけだとね、現代の話と思ってた、うんうん、ところが実は違う、まあ、ちょっとだけ言葉遣いがね、うん、古かったり、ちょっと古い言葉なんですけど、うんうんうん、でもね、意外にこう熱烈なラブレター、そうなんですよ、うん、実は 君に会えないのはあのとても悲しいとか、なんかもうすごい熱烈ストレートな、うんうん、はい、で実はこれあの、まあ、これはネタ明かしも大丈夫だと思うんですけど、あの第二次世界大戦中のラブレターなんですよね、うん、あのだから中村監督の おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃんもおばあちゃん、はい、でそのラブレターなんですけども、先ほど日浦君が言ったように、うん、ものすごく熱烈なんですよ、うん、でどうしてもね、第二次世界大戦中というと、うん、男尊女卑であったりとか、うん、いうイメージがすごくあったんですけど、実はそんなこともなかったという、うん、はい、だからその戦争中であろうが、うん、その時代背景があろうが、あの愛の形は現代と変わらないとっていうのをすごく感じさせてくれたんですよね。うん、もうむしろ現代の方が負けてますよね。そうそうそう、あの熱烈ぶりには。あの熱烈ぶりは本当すごくって、だからね、なんかこう聞いてるとちょっと恥ずかしくなるぐらい熱烈なんですよ。ね、いやだってあの正確には覚えてないけど、うん、あの割とね、あのえそんなこと言っちゃうのみたいな感じなんです。そう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 、あのいや本当に本当にあの君と交わした熱い抱擁がどうのこうのとか、で、あの今日も君に会えないのがどうのこうのとかさ、うん、ものすごいその何あ
あとさ、なんかあれやってみて、その、お見合いやねん、うん、お見合いで結婚しはんねん。で、最初は違う人に行くんちゃうかいう話やったのが、その女の人の方、まあおばあちゃんの方ね、うん、おばあちゃんの方が、こっちがええって、なんでやったら、ハンサムやからって。あで、おじいちゃん選んでる。なるほど。で、この、だから一応相思相愛になってるわけですよ。うんうん、だからこの、2人、でしかもおばあちゃん、なんとか小町って言われるぐらいめっちゃべっぴんさんやん。美男美女なんですよ。そう。美男美女で、で、このおじいちゃんの方は、うん、とにかく、このなんとか小町を手に入れたっていうことが自分にとってすごいステータスだ。確かに、うん、っていうことまで書いてある。あ、なるほどね。だからね、すごいね、あの男性側が女性に対して、うん、あのもう惚れ込んでるっていうか、うんうん、全然その戦前のイメージがないんですよ。うんうん、でそれでいてね、やっぱりあの言っちゃっていいのかな、うん、あのまず戦争の悲しさっていうのがあって、うん、でそういう切なさも、感じさせてくれて、なんだかんだやっぱり戦争のない世の中はいいなって、うん、の心から思えるドキュメンタリーでしたね。はい、なかなかね、ちょっと13分20秒ということので、劇場で流れるのは難しいなと思うんですけども、何かの特色上映の一本に入るか入れそうですね。あのまあ何かの形で見れる機会があるかもしれません。もしもあればまたあのお知らせしますので、うん、ぜひ見ていただきたい作品です。はい、はいはい、で続きまして、はい、ホモアミークス、はい、来た、来ました。馬淵ありさ監督、女性の監督なんですけども、うん、42分の作品でした。はい、でどういう話かっていうと、あの実験動物ってご存知です、うん、あの新薬開発とか、うんうん、今でいう、まあ、あの20日ネズミとかのイメージがすごく強いと思うんですけど、うん、マウスって言われる、マウスね、うんうん、であのそれの動物がほぼ人間と一緒、まあ、見た目人間そのまま、うんおという、まあ、ファンタジーじゃないですけど仮想の世界のお話なんですけども、そのホモアミークスという実験動物とその飼育係の友情のお話なんですよね。ちょっとぶっ飛んだ設定なんで、うん、あのその設定を初めは分からなかったら、え、なんで人間を、いや、もうね、あのだから檻に入れられてるんです。そう、檻に入れられてるんです。檻に入れられてて、でなんかスウェットみたいな感じの格好いいか、うん、であの喋れる言葉、やめろ、やめろ、やめろしかない、やめろしかない、やめろしかない、やめろって、で何かしてもやめろ、うん、だから例えばこうやって頭なでなでしてもやめろ、やめろっていうのかっていう話で、嬉しい時もやめろ、そうそうそう、全感情がだ、全てやめろ、うん、なぜやめろっていうのかは、まあ、映画見てもらったら分かるとは思います。ちゃんと意味合いがありまして、うん、はい、なぜやめろなのか、これは映画見てもらったらよく分かると思います、うん、まあ、とにかくその実験動物をあの我々人間は、うん、あの自分の文化のためにですね、うんうん、病気を治す新薬を作るためとはいえ動物を実際に殺してしまっているんですよね、うん、でそれってどうやねんっていうのをちょっと感じさせていただいて、うん、それでいてそういう犠牲の上で我々の文化っていうのは存在しているんだなっていうのをちょっと感じさせていただくんですよね。まあまあ、そうなんですよね、うん、でこれがね、なんていうかな、個体によって、個体ってわかる、それだから、うん、マウスやったらさ、うん、まあ、同じような顔してんねんけど、やっぱほらそれぞれあるやん、個性が、うん、だからその個性っていうのを見つけた時にやっぱりこう可愛いなっていう感情って生まれてくるやん。だからそのホモアミークスの場合、やっぱね、あのなんかちょっと太っちょなおっさんみたいなのが出てきたりとか、あんまりね、うん、男前じゃない、そうでこれがね、あの主演の役者さんが言うててんけど、あのだんだんなんとなく可愛く思えてくるっていうのうん、でそこがね、うまいことを、まあ、構成されて感じさせてくれてて、はじめは何これっていう感じだったのが、いうようにだん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 可愛く見えてくる、ね、まあ、あのそれはあの人それぞれですよ、はい、最後までそう見えない人もいると思う
それはそれは僕はあの保証しないけど、あの大賛成はしません。このホマーミックス、この8本の中で一番個性的でしたね。まあまあまあ、まあ、はい、確かに、はい、一番個性的だったと思います、うん、あの受け入れる人にはすごく受け入れられるけど、うん、あかん人はあかんのかなと思ってますけどでもそんだけ突き詰めてるっていうことですので、非常に個性的で魅力のある作品だったんです、うん、まあまあまあ、だからいわゆるあのなんていうかな、あの実験漫画みたいな感じ、うん、ガロとかで見るような、あ、うん、あのガロ分かれへんな、そういうニュアンスの漫画って結構あるから、うん、そうそうそう、実はっていう、あの諸星大二郎とかが書いてそう、あ、そうやね、どっちかっていうとそんな感じやな、なんか漫画ではよく見そうな設定ですね。そう、いやだからそれをね、実写で撮ったっていうところがすごいです、うん、すごいですよね、うん、あ、うん、まあ、なんやろ、その、変な話さ、そのだんだん情が湧いてくる、うん、でそうするといつこの子が新薬を、ね、入れられて、うん、でひょっとしたら命を落とすかもしれないみたいな、うん、だからそれがそのだんだんこうドキドキしてくるっていう話になるわけでね、うん、でそのドキドキ具合がこうどこまでこう伝わってくるかっていうところがこの作品見るときのポイントになるかなとは思いますね。いや、またね、その新薬を待ってる人たちがまた出てくるんですよ。そうです。だからすごくあの迷うというか、うん、いいのか悪いのかって本当揺れ動くんですよね。そうね。そこがまあ見どころっていうか、うん、はい、うん、とってもあの興味深い作品です。うん、はい、ぜひ、まあ、なんていうかな、まあ、あれ、まあ、時間的にやっぱりちょっとね、中途半端なので、そうですね、42分なんでね、映画館でっていうのはちょっと微妙なところではあるんですけど、うん、はい、でも何らかの形でいろんなところで上映されるかもしれませんし、うんうん、はい、それだったらまた情報を渡しますんで、まあ、ある意味問題作ですね。問題作です、はい、大事ですよね、でもね、いや大事大事大事、だから問題作っていうのはアンチテーゼなので、うん、そのこれってどうよっていうのを極端な形で見せてくれるのが問題作なんで、僕はそういう作品っていうのはすごい大事な作品だなと思ってると思いますね、はい、ぜひ、機会があれば見ていただければと思います、はい、はいはい、ということで今週は、今週はこれぐらいにしておきますかということで、最後はまだ残しておきましょう、残しておきますね、はい、来週が、いよいよパート4で最終回という形になると思いますが、はい、はい、ということで今日は、はい、中之島映画祭優秀作品賞、はい、7本目まで、はい、ということでパート3でございました、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということでこのまま、夢人情報かな、はい、そうですね、はい、みんなのお知らせはですね、はい、やっと新しい情報が言えますよ、おう、おもうすぐテレビに出ます、おイエーイ、地上波ですね、おすごいじゃん、KBS 京都テレビさんにて6月10日月曜日25時30分から KBS 京都テレビさんにて、うん、放送される、ゆうさんの琵琶湖バイタル研究所という番組に出演させていただくことになりました、はいはいはい、どれだけひなが喋ってるところが映るのかとってもドキドキしてる、そうなんです、30分の放送枠で、ね、いっぱい喋ったけどさっきどこが選ばれているのかは分からないんですよ、うん、はい、もう必死に爪痕を残そうと頑張ってきたんですが、さっき残せているのかは私も分からないので、一緒に6月10日ね、見届けてほしい、6月10日ですよ、6月10日、はい、月曜日から火曜日になる、あ、そう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 、あの月曜日の25時30分なんで、はい、あの、日に、曜日としてはもうすでに火曜日の、そう、火曜日になってるタイミングの夜中1時半なんですが、はい、まあ、あのタイムリーではね、きっと私も寝てる頑張って目開けて見たいところやけど、きっと寝ているんだろうなって思うんですが、いや見てると思うけど、なんやかんや見てそう、仮眠取ってからで、KBS 京都テレビさんなんですけど、映らないよって方もいると思うんですよ、はいはいはい、このテレビなんとね、あの放送終了後に YouTube にてアップされるので、はいはい、あの関東やから見れないよとか、近畿地方でも多分大阪もしかして映らないという方もいると思うので、うん、そんな方ね YouTube にて見れるので、あの終わったら私の X でここから見れるようなリンク貼らせていただきますので、ぜひそこから
ていただければと思います。はい、バクバクでございます。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、ヒューガの情報なんですけども、はい、まあ、ショートムービータイムでの、はい、マテリアルでの、作品上映の情報になりますが、まずは19日、はい、水曜日、はい、20時45分から、ともるでございます。ともるでございます。そして、6月21日金曜日、19時30分からが、僕だけのフライミートゥーザムーン、そして、大きな気になりたい、この2本続けてという感じになります。はい、以上2日間だけですけども、の上映になっておりますので、こちらもね、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。はい、トモルは特にね、見とかないと。トモルは特にね、なんでだろう、見といた方がいいよ。いや、まあ、でもね、僕だけのフライミートゥザムーンとかも西成難波屋っていう立ち飲み屋さんがあるんですけど、その立ち飲み屋さんの奥に歌うスペースがあって、うん、でそこでやってる西成ジャズっていうのを、テーマにして描いた9分の作品なんですけど、この、西成難波屋さんの今のお店じゃなくて、今のお店は新しくなっちゃってるのね、うん、古いお店が見れるのこの作品だけ。なので、古い難波屋の姿を見たい方はぜひ見に来てくださいみたいなやつだったりとかするのでね、まあ、そういう見方もぜひしていただきたいと思うんですが、はい、ということで、夢人情報でございました。また皆さんね、夢人情報お待ちしてます。でも、そろそろ来ます。いろんな人が、俺も夢人情報で扱ってみたいな話になってきてるんで、はい、またお待ちください。はい、はい、ということで、夢人情報でした。ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、これがね、10回目なのかな。おー、2人乗りましたね。はい、10回目来ましたよ。はい、で、まあ、6月も入っててっていうことなんですけど、うん、まあ、いろいろ動きがね、ありましてね、僕らもね、うん、6月大変忙しいんです。忙しいです。はい、めちゃくちゃ忙しいです。嬉しい。で、何で忙しいのかは全部終わってから言うだろうと思って、はい、楽しみにしてください。僕らが、6月いっぱいはものすごく忙しく、で僕は7月いっぱいもものすごく忙しいっていう。かっこいい方は分かりますね。はい、頑張ります。休みなしです。ほんまや。お疲れ様です。はい、という感じで頑張っておりますので、はい、またその辺のご報告もね、やっていきたいなと思っておりますので、お楽しみにしておいてください。はい、来週はね、シネマドンブリ、紹介が、映画紹介来ますんで、これがまた面白い作品なんですけど、まあ、それはちょっと、楽しみにしておいていただければと思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。